久保さん最悪が最愛を生むとかにしておきましょうか最悪が最愛を生む最悪最愛最悪が最愛っていいじゃないですか <laughs> 最悪が最愛を生むっていう、うん、まあ最愛っていうまあまあごろですけども要はそのどういう状況の時に何をこう考えるかなんですよねで どちらかというと、毎回最高です。毎回その当たってます。商品出せば毎回売れます。ピンチ一切ありません。ってことはないんですよ。で、割合的にはビジネスで言うならば、失敗の方が多いんですよね。 これはまあ研究とかまあエジソンのね、有名な話で1万回失敗してねみたいな話もあるんですけども、エジソンの電球っていう一つの成功を手に入れるために、そのバックボーンめちゃめちゃ失敗してるわけですよね。だから比率で言うと、電球100年続いた電球を開発する上でめちゃめちゃ失敗があると。でも結局この失敗の数が、エジソンより頭いいですかまあ、天才ですか まあ基本的に全員ですよ。ほぼ全員、ほぼ全員失敗の方数、数の方が多いわけですよ。人生。まあ、特にビジネスとか、まあ、研究とかにすると、もうそ,そ,その数が露骨に出てくると思うんですけど、だからその時にどう考えてどうアクションするかが結局その後の分かれ道になるわけですよね。で、うまくいかない人っていうのは、こ失敗した時とかうまくいかない時の考え方が成功しない考え方なんですよ。で、成功する人っていうのは失敗の数が多い。 えー、うまくいかないことが多かったとしても成功する考え方なんでそれをチャンスに変えていくことができるんですよね。だけど成功しない人はその考え方がないから結局失敗する失敗する。まあ結局ダメなんだ終わりなんですよ。なんでまあまあこれ数の理論なんですけど、ね、どっちの方が多いですかと。でどっちの方が多いっていうのはわかるわけじゃないですか。分かりません。これもこれも考えるわかるんですよ。 成功する数と失敗する数、どっちが多いですかっていうう考えたら、失敗の数が多いんですよ。で、これ本も出てますよね。ユニクロの柳井社長も、一勝9敗みたいな本。一勝9敗だったな。ユニクロの柳井社長も一勝しかできんのかみたいな <laughs>。だから、一郎選手でも3割ですよ。あの、すごい記録を出した一郎選手でも3割。4割は出てないですよ確かね。3割ぐらいですよね。つまり、 7割は空振りとかダメなんですよ。大谷翔平も多分、まあ、すごいうわーってなったりとかしてますけども、じゃあ何割やねんって話で、10割ではないですよ。9割ではないです。9割バッターっています今まで9割バッターって多分いないと思いますよ。どうですか ?9 割バッターっていると思いますいないですよ。<laughs> なので、まあ、結局そこの差なんですよね。 うんだからか、うまくいきたい、成功したいんだったら、その時にこ、こっちの数のボリュームが多いので、この時にどう考えるのかっていうことですね。で、これが、この考え方ができてないと、結局うまくいかないってことです。なぜならば、こっちの数の方が多いので。いってらっしゃい。